こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市、東井戸道場にございますレオパレスハルカ2のご紹介をさせていただきます。今回ご紹介させていただくこちらのお部屋、2階のお部屋となっております。見ていただいているこちらが洋室になるんですけども、たくさん設備ついておりますので一つずつご説明していきます。まずこちらですね、備え付けのテーブルと、椅子になっております。こちらのテーブルなんですけども、このように稼働できまして、ペタンとこうしまっていただくことも可能です。そのテーブルのすぐお隣にはこのような姿見ですね、鏡の方をご準備しております。続きましてこちら2階、バルコニーはないんですけども、洗濯物を干していただくスペースは取らせていただいております。このようにですね、ここに竿を引っ掛けていただいて洗濯物を干していただけば十分に乾くと思いますね。手当たりがむちゃくちゃいいですね。すぐそのお隣、こちらには収納、このようなクローゼットをご準備しております。同じ大きさのものが両隣にございますので、たっぷり収納いただけますね。こちらの上にはこのようなエアコンもご準備しております。非常に大きな綺麗なテレビですね。このようなテレビも設備になっております。テレビのすぐ上、こういうところに収納があるのも便利ですね。またこちらロフトに上がっていただく階段にもこのような収納スペースを取らせてもらっております。こちらロフトベッドにもですね、あのように収納上部に取っておりますし、手元の、ちょっと見にくいかもしれないですけど、ライトで照明器具のオンオフを使い分けることができます。スペースにも収納を取っておりますね。非常に工夫してお部屋作っておりますので、荷物をたくさん入れていただいたとしても十分対応いただける大きさになっていると思います。続いて水回りなんですけども、まずこちらがキッチンスペースになります。キッチンはですね、このようなおしゃれなコンロをご準備させてもらっております。こちらが水回りのシンクですね。収納もしっかり取っております。キッチン脇のこのような小棚も非常に便利ですね。こういったところに引き出しがあったりして便利だと思います。続きましてこちら、お風呂場と、トイレになるんですけども、入って右側こちらがお風呂場ですね。こちらのお風呂は浴室乾燥付きです。反対側のスペース、こちらに洗濯機ご準備しております。単身の方でしたら十分お使いいただけるサイズになってくると思います。こちらがトイレですね。棚があって非常に便利なトイレとなっております。こちら、少し来ていただくと電子レンジと冷蔵庫もご準備しております。設備ですので使っていただいたらと思いますね。あとこちら2階の非常に面白いポイントなんですけども、このようなスペース、階段脇に取っておりまして、こちらのスペース使い勝手非常によくしてもらってば、洗濯物を干してもらったりなんかすると室内干しできて便利ですね。こちら2階ですので1階部分が玄関となっております。こちらの、レオパレスハルカ2なんですけども、非常に静かな立地にございまして、大きなスーパーで言いますと天理ですとビッグというのがあるんですが、そちらの方にもすぐ行っていただけるような立地となっております。そういった意味でもですね、社会人の方に特にお勧めしたい物件となっております。条件等ですね、詳細は当社ホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。